うちカリスマ性なんやろ。まあ、パロディはできるよ。カリスマのパロディはできるよ。一応。大して生まないと思うけど、耳痛いやろ、うちの話。そういう意味ではソクラテスも、まあ、デビル意見やったんちゃう？ デビル意見って。そのデビルっていうのがね、結局ね、キリスト教が嫌ったのは、デーモン。デーモンってギリシャ語ではね、セン奴隷って意味すぎないし、デビルっていうのは、まあ、レビル意見の先祖ってことじゃん。先祖の厳しい言葉のことをデビルって呼んでて。なんでやろうって宗教者がって。教祖のことを信じるから違う。で、自分のとこの先祖の説教を嫌がるんでしょ。やめろ、そんな宗教やめろって。そう、カルト宗教に捕まった時に、信者を引き戻そうとする家族のことをデーモンとかデビルって呼んでんちゃう。ちょっと怖いやろ、なんか。そんな意味。いや、で、絶対やばいな、これ、みんなな。どうする、みんな。うち知らないとか言ってるわけちゃう。なあ、お気の毒やな、みんな。信者の人たちな。自分にとって耳の痛いこと言ってくれる先祖とか、家族のことをデーモンとかデビルって呼んでてんて、あんたら。情けない奴らやなーって言ってしまうの簡単やけど。で、今どうなってんの？今、その宗教の信者。もう、アワークって外爆走してるんじゃん。超安全運転が知らんけど。な？そのうち、ほんまに危険走行しようね。第一、まだな、超安全運転爆音族の爆音ってな。うちが知ってる時代はな。うちその暴走行為してんけど、うちが知ってる時代は、ほんまに危険走行せんかったら、出えへん音ばっかりやねんで。今なぜか出てんねん。そんな音から。超安全運転って。なんでな？エフェクターってうち言ってたやろ。エレキみたいなエフェクターでって言ってたやろ。まあそうじゃないけど、まあ要するに排気口にマフラーになんか取り付けてるやろ。ラッパみたいにピューミュートじゃないやろ。つうか、ミュートに人間の息では出ないようなでっかい音、ミュートトランペットに送り込んだら。まあ、トランペット壊れるか知らんけど、この抵抗がありすぎて。ね、そんな感じでマフラーをね、エフェクター化することある。もちろんできるよね。うちがったら、そのエレキのエフェクターって、ほんまに電子的な機械だけどね。それじゃなくて、ってことやね。あ、ちなみにね、そのシンセサイザーを発明した富田勲さんっていう有名な、まあ、音楽家としても有名やろ。あの人は最初エフェクター集め張ってんで、エレキギターの。それをオルガンにかませて、で、まあ、大体こういった音が欲しいなっていうのを、まあ、それはもう、その技術者に言い合ったわけ。まあ、言ってしまえば楽器メーカーでしょうけど、まあ、富田勲さんは可愛いと付き合ってね、可愛い楽器と。可愛いだけじゃないよね。というか、なんでかというと、可愛い楽器は、じゃあ、こんなんできるかと、町工場には、と。町工場の腕利きの職人たちに聞いてもらったわけだから。ああ、なるほどねーって。まあ、天気でいうかの、の話、それが音としてどういうふうに出るかで、そういう音出すようなアンペアのたちが、まあ、天気抵抗のもんでしょって、って。何回も試作品作って、富田先生にこんなんでいいですかって言ってもらわなできませんって、いう話。急に話変わってるけど。